2022シーズン全ての全日程終了しましたので、次に関連したようにしておりますえー、皆さんおはようございます。おはようございます。1年間お疲れ様でした。まあ、全員が、いいシーズンを送れたということではなかったというふうに思います。まあ、チームとしても、タイトルというところを目標にしながら非常に悔しい年でもあったというふうに思いますが、来シーズン、それぞれの目標を叶えられるような年にしていければなとこういうふうに思っています。あのオフシーズンしっかりと体を休めて、また来シーズンに向けてね、みんなで頑張っていきましょう。お一年間ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、お疲れ様でした。お疲れ様でした。現状で満足していたらダメなので、より進化していかなければいけないと。いつまで踊ってもいけない。チャンプになれないからな。ブレずに同じ方向を向きながらまとまってやり続けるしかないんで。辛抱する3年。好きだったんだなって、戻ってきてよかったなって。稲垣が年間通してしっかり働いてくれなかったら、もう党に空中分解してたというふうに思いますので、グランパスを良くするための仕事をしていきたいっていう思いも芽生えてきてはいたんで、2回落選してます。チームを頼って本当に働いて頑張っていきたいと思いますし、どうぞおはようございます。予想スタメンは誰だお前。誰にも言ってないかな。このメンバーラストだからね。らしいね。ロッカー